昨シーズン対抗戦優勝の赤いジャージ帝京大学、対するはリーグ戦の覇者青いジャージ東海大学の一戦。序盤リズムをつかんだのは東海大、ファーストスクラムでペナルティを奪うと、ここからチャンスを広げた前半5分です。得意のラインアウトからボールを作って押し込んでいきます。さらに2番の前本持ち出し、味方のサポートを受けながら前進し抜け出してのトライ、コンバージョンも決まって7対0です。この新規大会で東海大ね、このラインアウトのモールからのトライが多いんですけれども、ここ もう自信を持ってましたよね。そうですね。ところがその後同点とされると、得意のラインアウトでミスを連発、敵陣まで攻め込みながらチャンスを得点に結びつけられません。すると30分、帝京大はスクラムからキムリュンセン、春野、そして岡村がタックルをものともせず突破し、そのまま中央にトライ、コンバージョンも決まって14対7と勝ち越す帝京。この試合岡村の強さ目立ってたんですけど、はい、ここも低い重心でタックルを、ね、弾いたんですけどね、ここはやっぱしっかりタックル、少なくともスピード止めてほしかったところですよね。さらに35分、帝京大はラインアウトからボールを持ち出した6番の安田、縦をつきます。強さも見せてそのままトライ。その後互いに点を取り合って前半は26対12、帝京リードで折り返します。後半に入ってもなかなかチャンスを生かせなかった東海大、ワントライを返した後の38分です。ここでもラインアウトから連続攻撃で、最後は18番前田持ち込んでトライ、ゲーム終盤で2点差まで詰め寄ります。そしてインジャリータイムに入った43分、東海大はまたしても敵陣深くでのラインアウトからモールを作ると、最後は新井が抑え劇的な逆転トライ。結局後半帝京大を完封した東海大学、31対26で勝利しました。